どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、第27回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会、これ言いにくいですね、全国高等学校対抗だ私だけかな、よく分かんないんですけど、もうすぐね、全国高等対抗言えない、はい、まあそんなことはいいですわ。はい、この大会がもうすぐスタートいたしますので、今日はね、私がまあこのレーンコンディション攻略してみたいなと思います。今回のレーンコンディションですけども、オイルは42フィート、そしてオイル量そんな入ってないんですね、24.95 ということですね。で、対比は1対47ということですね。まあそんなに難しくはないとは思うんですけども、今日はいろんなボール用意いたしましたので、どのボールがね合うのか検証してみたいなと思います。私でしたらどういうライン取りをするのか、まあ、どういう風に攻略していくのかっていうところもね、参考にしていただけたらなと思いますんで、ぜひねご覧いただけたらなと思います。ボールはこの通り 2,4,5,8,9 個用意しましたけども、どのボールを投げるかどうか私自身も分かりません。それではね、早速攻略してみたいと思います。ぜひご覧ください、どうぞ。はい、それではですね、全国高校対抗ボウリング選手権大会のレーンコンディション投げていきたいなと思います。どのボールから始めようかな。じゃあですね、ちょっとパララックスから始めていきましょうか。はい、たまたまこのパララックスにスイッチのね、インナーが入ってましたからそれだけの理由ですけどもそんな適当な理由でいいのかな。はい、まあいきたいと思います。まずはちょっと軽く外投げてみましょうか。外がしっかり曲がるのかね。どうだどうだ、あ、曲がりますね、全然曲がるね。まあちょっとこのレーンコンディションを見たらね、まあ外3枚の部分ね、若干オイル乗ってるような感じでしたんで、まああのそこ滑っていってしまうんかなっていうのもありましたけども、しっかり曲がってきますね。ただね、あの完全にオイルが入ってないっていうわけでは、もう完全にドライっていうわけではないので曲がってはきますけども、過信しすぎてね、外にビヤーンって投げるとガタする恐れもあるんで、その辺はねちょっと適度に投げていただきたいなと思います。どう？曲がりますもんね。はい、うん、曲がる曲がる、大丈夫、外は曲がりますんで、高校生の皆さん安心して投げていただけたらなと思います。よっしゃ、ということでどういう風にアジャストしていきましょうかね。まあオイルのこのなんか斜めになってるような感じ、下の部分ありますよね、ここですよ、ここ、このねところを私よく見たりもするんですけどね、ここの部分ね、これ見えてんのかな、ここの部分ね、結構こう6枚目ぐらいから始まってるように見えるので、6枚7枚ぐらいから、まあなのでスパッとでだいたいまあ7枚8枚ぐらいから、あのしっかり曲がってくるところに向かって、投げていきたいなと思うんですけどもね、それより内から行く必要は最初はないんじゃないかな、私の球質であればね、抜けたり刺さったりする一つの原因になってしまうかも分かんないので、できるだけ最初は立てていきたいなと思います。はい、じゃあパララックスで合わせてみましょう。はい、じゃあいきますよ。どう？あ、通ったね通ったね、おー、ウォー、よし、イエッサーイエッサー、パララックスいいですよ、いきなり合いましたね、こう手前のスキット感といいね、なんかスパットで8枚ぐらい通ったと思うんですけど、まあそこからまあ5枚より外ね、まあ出過ぎないように、まあ出過ぎても、まあ、回転は来るでしょうけど、出過ぎたらね、まあ、2番10番とかなってしまうかも分かんないんで、まあそういうそこまでの、出過ぎない、まあ出過ぎないようにですかね、投げていくようなイメージで投げましたら、まあ結構いい感じでね、ポケット収まってくれましたね。じゃあ他のボールもね、せっかくですからいろいろ投げてみたいと思いますんで、次はねアクシオム投げていきましょう。アクシオムパールです、パールじゃない、アクシオムツアーか、わけわからないとりあえず同じラインから投げていきましょう。はい、練習ボールさっきもちょっとだけ投げたらね、このアクシオムめちゃめちゃ良かったんですよね。はい、じゃあいきますよ。はい、どう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 、おーっと、 OK、 収まりがいいね。うん、パララックスもアクシオムもむちゃくちゃ良かったね。どうでどうだろうね、やっぱりこれだけでも収まるんであれば、まあ、パララックスの方が私自身はピンアクションがいいように感じてはいるので、まあ、点数をいきなりガンガン打っていきたい方はね、パララックスでもいいかなとは思うんですけども、でもアクションもねピンめっちゃ遠いからね、その辺はもう好き好きまあどっちでもいけるような感じはしますけども、まあ、パララックスね、アクシオムツアーだったらね、アクシオムツアーの方がやっぱりこれ対象コアって言ってね、マスバイアスのついてないボールですんで、そんなに奥で激しく動く感じではないんです。でもパララックス
ックスもね結構奥緩やかなので両方ともねポケット外すような感じではないんですけども、まあ、より安定感を求めるんであれば、まあ、アクシオムツアーの方かなというふうには思いますけどもね、まあ、でも好き好きですよ、まあ、ピンアクション的にはパララックスの方がピン飛ぶかなというふうな気は私はしております。その辺も参考にしていただけたらなと思います。はい、では次はフィジックス SE 行ってみましょう。フィジックス SE どんな感じになるかな。はい、まあ、もうちょっとだけ右から行こうかな。光らしてるんですよ、ピッカピカに。なので2枚ぐらい右から行きます。はい、 OK、 行くよ。どうどう、あーいい感じ。あー、もうちょい内側からでもいいかなっていう感じはいたしましたけどもね。1枚ぐらいちょっと次左寄ってみようかな。それでストライク出へんかったらもうおしまいでもあれ以上ちょっとスピードを出してしまうとね、外に出た時に抜けるんじゃないかな。それはちょっと勘弁してほしいからね。いきます。どう、あー、はい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 、光らせる状態のフィジックスパワーエレじゃない水だったらちょっと違うかな。ちょっと私は今の時点ではこのボールは使わないですね。よっしゃ、はい、わかりました。はい、ちょっと抜けちゃうのがちょっと嫌なんでね、アクシオムとかパララックスの方が全然止まりは感じますね。はい、じゃあ次はね IQツアーピンク投げてまいりましょう。私が散々最近動画で投げてるボールですけども非常に気に入っております。はい、じゃあパララックスとかよりも2枚ちょっと右から投げていきましょう。はい、スパットの投資位置7枚ぐらいになるのかな。あー出すぎた、あーやばいノーヘッドになっちゃうね、あのライン投げるとね。まあでもああいう失投もやっぱりねポケットに行ってくれる、一番ピンにも当たってくれるようなあのライン取りがやっぱり一番いいと思うんで、はあ、ちょっと怖いよねあんな感じになってしまうとね。はい、じゃあもうちょっと2枚ぐらい左寄りましょう。あんまりやっぱり外から行き過ぎるのは良くないってことね、よく分かりました。はい、じゃあ行きますよ。はい、これぐらいね OK、 よっしゃ、OK、OK。やっぱりスパットの投資位置は8か9ぐらいから、まあ、5枚から3枚にめがけて投げていくっていう感じが一番投げやすそうですね。はい、ただねやっぱりこうピンアクション的には、まあ、IQ も十分飛ぶんですけど、パララックスとかの方がピンは飛ぶのでね、まあ、パララックスとかで最初から行くのもありなんですけど、まあ、IQ のこの収まり具合っていうか、まあまあね、パララックスとかに比べるとやっぱ9本になる確率は高いですけども、この収まりぐらいは捨てがたいのでね、まあ最初とりあえず、まあ、200、230だけでも打ちたいなって思われる方はね、この IQ とかで行くのもありですよね。はい、じゃあ次はフィジックスパワーエリート行ってまいりましょう。はい、フィジックスパワーエリートだったらもうちょっと左から行きたいよね。はい、もうちょっと左から、はい、投資位置も多分9ぐらいになるのかな。はい、じゃあ行きますよ。どう、OK、 来たね。まあ良かったね良かったけど、まあかろうじて飛んだ天秤なのかなっていうふうにも私の中では見えましたけどね。ちょっとスピード自体はゆっくりいたしましたね。もうちょっと外側から始められてるアクシオムとか、アクシオムツアーですよ、アクシオムツアーとかパララックスの方がピンアクションの安心感は正直言って今なんか感じましたね。まあ、どっちがね最終的にいい結果になるか分かんないですけども、でも最初このアクシオムとか投げてるラインっていうのはね、今もうほんのちょっとしか投げてませんからね、ひょっとしたらちょっと投げたらもうオイルがなくなって、もうそのライン投げるのも結構きつくなってくるかもしれないので、まあ最初から時間帯を考えると、まあ練習ボールがそこそこ投げて9枚から始めるっていう意味でも、まあこういうフィジックスでいくのもありかなと。その辺はもう作戦ですからね、やっぱり考えて皆さん投げていただきたいなと思います。はい、では次はクリスタルフィジックス投げていきましょう。はい、クリスタルフィジックス、よっしゃ、どうだって分かんない、はい、クリスタルフィジックスも、どうしようかな。パワーエリートと同じラインから投げてみましょうか。はい、アクシオムとかよりも2枚左から投げていきます。はい、いきます。どう
あどうだどうだどうだ、うーんどうだ、今のピンアクションを見てるとやっぱりもうちょっと外側から行きたいな、いきなりちょっとオイルを、しっかり使いすぎると私の給水では10番ピンあえて残りそうな気配がやっぱりあるので、もうちょっと立てていきたいね、それの方がはっきりと入射角が出るような感じがいたしますよね。はい、じゃあ最後にねちょっとソリッド系のボールも投げておきましょう。はい、スペックのこのグラビティエボルブ、エボルブは A ボールも投げておきましょう。はい、どうでしょうかどうでしょうか、どんな感じになるんでしょうか。もうちょっとしっかりオイル使っていかなあかんよね。はい、よっしゃ、いくよ。はい、あと1枚左に中入りました。はい、いきます。どう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 、うーん、まあ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 やね今のピンアクションはまあまあ、やっぱりピンアクション自体は非常にいいですけど、やっぱり中から行けば行くほどやっぱりちょっとスピード加減やっぱりしてるので、やっぱ奥のピン飛びがねやっぱちょっと、アクションとかの比べると、うん、物足りないかなっていう感じはするんですよね。まあこれもやっぱりね、以外にニンニンボールで引いたりとか他のセンターで引いたりするとやっぱりこのね下地の相性とかやっぱりありますから、その辺ね非常に難しいですけども、以外にニンニンボール結構ねパールのボールがやっぱりあったりもしますし、まあでも全体的にねやっぱりパールのボールの方がピンアクションはやっぱりいいとは私は思ってるので、まあこのレーンコンディションでしたら、まあ穏やかなパールから始めるのがいいのかなと、縦目にね最初はね、でもうちょっと外がしっかり削れてきたらもう強いボールで強いこのパワーエリートとかでもうギャンギャン、もう10枚から5枚に向かってビャンビャン投げていくのがいいかなとも思います。はい、じゃあ最後私の大好きなフェイム XR、 こんなん持ってる人いんのかな、もう私は大好きすぎてずっと持ってるんですけど、はい、じゃあいきますよ。はい、どう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 、うわははフェイム XR、 もうソリッドの中ではやっぱり最強です、私めちゃくちゃ良かったね。はい、まあ、最後これも投げてなかった、はい、フェイム XR ありです。はい、どの軌道が皆さん参考になりますでしょうか。やっぱりいろんな軌道投げてるんで、自分やったらねこのコースがいいなって、私の言葉なんか全然信用する必要はありませんからね、軌道を見てて自分やったらこのラインが投げやすそうやなと思うような軌道を参考にしていただいたら結構ですからね。はい、よっしゃ、最後このねIQ ツアーササラルドもね軽く投げておきましょう。まあストライク出る気しかせえへんのよね、このボール持ったら、ほんまかいな。どう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 、おお、これまあね、でもこのレーンコンディションね、やっぱり1対47ということで、まあまあそんな、まあ多少難しさはあると思うんですけど、そこまでめちゃくちゃ難しい感じではありません。ただスピードコントロールをミスるとやっぱり外出した時に抜けるような感じすると思うんで、ちゃんとスピードコントロールをして5枚外で曲げるっていう感覚で投げていただけたら、ちゃんとポケットにはねしっかり行ってくれると思います。で、一番どのボールがポケット行きやすいのかで、しっかりポケットをつく自信のある方はどのボールが一番ピンが飛ぶのかっていうことをね、まあ、順番に考えながらね、アジャストしていただけたら、まあ、このレーンコンディションを攻略できると思いますんで、はい、皆さんぜひね参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは今回も内容良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。